朝山東洋は、福岡県久留米市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。2021年現在は、広島東洋カープの一軍打撃コーチ。久留米商工等学校では3年夏の県大会で、ベスト8、高校通算29本類だ。1994年のドラフト3位で、広島東洋カープに入団した。入団時に、永久欠番だった。 山本浩二の背番号8番を希望した。8番は永久欠番となっているため、つけることができず、代わりに山本浩二が監督時代につけていた88番を希望した。右打者ではあるが、入団当時はその走行手3拍子揃った高い野球センスと、本人がザウの命にしている我が道を行くに代表される独特の野球理論から、前田二世と呼ばれた。 外野の層の厚さゆえになかなか一軍に定着できなかったものの、1999年に一軍デビュー。2000年にはプロ入り初本塁打を含む5本塁打の活躍を見せた。2001年のオープン戦では、対読売ジャイアンツ初戦で1本塁打を含むに、アンダを放つなどアピールするが、シーズン開幕後に怪我を負い、チャンスをものにできなかった。それ以降は、 成績が低迷し、2004年シーズン終了後に、現役を引退。広島の3軍野手コーチ、2軍打撃コーチ、3軍総合コーチ、2軍外野守備総類兼打撃コーチ補佐を経て、2010年より、2軍打撃コーチを務めた。2軍外野守備総類コーチを経て、2度目の2軍打撃コーチを務める。2020年シーズンは一軍打撃コーチに就任した。 2021年シーズンも一軍打撃コーチとして務めているが5月20日に新型コロナウイルス感染を調べる PCR 検査で陽性判定を受けたと発表されたカープの名スカウトの証言朝山東洋物おじしない強気な選手だという印象を受けました異色の背番号88のルーキー誕生日は 広島アスリートマガジンウェブ2021年9月13日閲覧笹岡越決定 V 奪回スタッフ打撃復活へ再生人浅山打撃コーチ昇格デイリースポーツオンラインデイリースポーツ2020年2月29日閲覧鈴木長野羽根月ら5選手とコーチ含め7人が陽性新型コロナ中国新聞 2021年5月20日閲覧。ありがとうございます。